ちょっとね、今車掌さん絶対切れてたね。ちょっと車掌さんね、ここまでさっきの電車で来たんですけど、それの一本前で来た時もなんかドア閉めますみたいな、そんな感じだったんで、ちょっとねイラッと来てるようですが、はい。ここは何駅かと言いますと、見たらわかりますよね。怖っ。この橋の結構高いところにあるから怖いですね。さて、ここ何駅でしょう。多分ね、来たことある人ならわかるかなと思うんですけど、ズンジャンズッチャラズッチャラズッチャラターン。はい、こちら新長田駅、隣は兵庫、そして高取駅にあります。新長田といえば何を思い浮かべますか？そうですね、新長田といえば地下鉄の乗り換え駅というものを、想像する皆さんも いると思いますが、はい、今回は新長田駅です。ここまでやってまいりました。ということで、この新長田駅散策していこうと思います。新長田駅は至って簡単で、こっちにある上り線と向こう側にある下り線ですねに分かれておりまして、上り線が内側、下り線が外側のカーブになっております。はい、この駅についてお伝えしたいのですが、ここは名2線の単純な駅でありまして、奥から列車来たな、新長田駅です。今度の列車は通過列車のようですね。早速こちら側が1番乗り場で、奥側が2番乗り場だそうです。じゃあ見ていきましょう。ここは普通電車は止まりますが、快速電車は止まりません。ということで、快速の通過が見ることができます。7分30秒に1本、7分30秒に1本ですね、普通電車がやってきまして、その間に2本に1回、快速電車がやってきます。本数が多いですから、このようにたくさんの列車が行き交う姿を見ることができます。次はですね、一番面白い場所っていうのは ここもね、アウトカーブ、インカーブから撮るのもなかなかいいんですけど、この1番乗り場ではなく、向こうの2番乗り場へ行くのが、まあ、僕はいいかなと思っておりますので、2番乗り場へ、ね、ちょっと行きたいなと思います。ですがね、ちょっと列車が来るようなので、来るかな、来ないな、全然来ないわ、まだ。はい、このはこんなに優しいんですね。広く空いているところがございます。乗り降りの際、
この新長田駅カーブの途中にありますから、このように車掌さんがわざわざカーブのところちゃんとお客様が挟まっていないかしっかり見る必要があるんですよね。そして向こう側からも207系の更新車、こちらも普通京都ですかね、京都行きの列車やってまいりました。普通京都と書かれております。この電車はこの当駅新長田駅を発車後、兵庫方面へは、坂を下っていく形になります。ですからね、この兵庫駅発車後、兵庫駅ではありません、新長田駅発車後兵庫駅に向けて、この先カーブを描きながらこの電車は下り坂に差し掛かります。加速はしやすそうですよね。坂を下っていきます。はい、駅の南側へ見ていただきますとこのようになっておりまして、この2本の線路は普通電車、快速電車の通過する線路、そしてこれはですね、真ん中が確か和田岬線かな、じゃあ端っこ一番右側が和田岬線の線路 でそこから、左側の線路が、下り方面の新快速のあれになると思います。これ取れるといいな。こんな風になっております。前の信号は青になりましたね。これ待ってみるか、これ待ってみる価値はあんまなさそうだが、新長田駅、ただいまいるのは2番乗り場。フェンスから吸い殻や空き缶等のポイ捨て、危ないもんね、ここからなんかポイってしてたら危ないから、そういうことしてはいけませんよという表示がなされています。一斉に行きますね。こっち側から撮ってみようか、ここから撮るか。じゃあやはりね、もう最近も321系で207系も更新車が増えてきたので、なかなかね見ることができなくなってきた207系の未更新車ですけど、こちら207系ではなく321系ですね、松井山手行きだそうです。あっちからやってきましたね、須磨行きの列車が。なんといっても7分30秒に1本走っていますからね、この列車。そういう意味ではあれでしょうね、結構お客様の乗り降りがしやすいと思います。この列車須磨行き、須磨行きの、ね、JR 神戸線系の列車です。The doors on the left side、 左側ですね。やっぱ207系の更新車綺麗です。さて発車していきます。音が静かだ。
あ、でも、うわーとかいう音が、ちょっと、視聴者の皆さん気持ち悪いと思ったらやめてくださいね。うわーとかいう音が、やっぱね、ちょっと個人的には好きです、あの音。はぁ。なんでこんなにね、気分が落ち込んでるのかと言いますと、今日12時からずっと撮影ばっかやってて、14時56分なんですよね。どんだけ撮影やってんだって言って。これ今こうやって撮ってるんですけど、こうやって撮ったら奥に走ってる列車撮れるんじゃないかとか思って考えてるんですけど、さあどうでしょう、撮れるかな。ああ、撮れてる撮れてる。はい、あちらスーパーハクトです。ということで新長田駅の紹介をこんぐらいにしましょう。はい、新長田駅2枚2線の駅ですね。こっち方面は下り、そして向こうの方も下りになっておりまして、ちょっとね、坂の一番上の部分に当たる場所になっております。奥からこれ列車来るかな、あれ見て終わりましょう。ではさすがに疲れてきましたね。あの光はなんだ。このなんか曲がるここさ、ここをなんか通過する列車をちょっと見てみたい気分ですので、そこだけ見て終わりましょうか。 あの光車かな。あ、車だわ。ダメだ、もう疲れすぎて目が疲れてる絶釣りですが、そろそろ動画に終わりにしたいと思います。では今回はこの新長田駅のご紹介でした。奥からやってきたのが225系100番台ですかね。あちらの列車は当駅には止まりません。通過です。ついに遊ばされるぞ。これが見たかったんだ、私はこれが見たかったんだとか思いながら列車来ましたね。